特別史跡安土城跡。織田信長が天下統一の拠点として1576年に琵琶湖岸に築城した大城郭です。安土城は築城開始からわずか10年で廃城となったため、残された記録はほとんどなく、その実像は謎に包まれています。こちらは安土城の大手口から城内へ入ってくる道、大手道と呼ばれている道になります。でこの道は調査する前は幅が3メートルほどの狭い道で、正面突き当たりにある宗建寺というお寺に入っていく参道のような、そういう道だったんですね。ところが発掘調査してみますと、その道の下から築城当時の大手道が出てまいりました。でその道幅が約6メートル、そしてその両サイドに幅1メートルの石敷きの側溝があって、さらにその両側に石塁がそびえ立つという非常に立派な道が見つかりました。直線で伸びる距離は石段の麓から約108メートル、さらに大手門推定値からですと180メートル直線で伸びるということが明らかになりました。でこういった直線的に伸びる城内道というのは、お城の道としては非常にイレギュラーな、珍しい道だということが明らかになりました。この直線の大手道の発見というのは、平成の安土城の発掘調査の中では、最も最初に見つかった新しい成果で、安土城というと、それまでの戦う城から見せる城へというお城の機能の変化というものを象徴する、それのきっかけになったお城とも言われているんですけれども、それまでは主に天守のことがやっぱりその見せるお城の要素として取り上げられることが多かったわけですが、この安土城の大手道は直線で伸びるっていうところが最大の特徴です。通常お城の中の道というのは、敵に攻め込まれにくいように迂回させたり、あるいは折り曲げたりして、なかなか城内中心部へ到達できないようにするっていうふうに作られるんですが、この直線の大手道はそれとは全く逆の作りになってます。しかも城内の安土城の中の道としては一番立派な規模を持つというところで、この大手道がかなりやっぱり特殊な用途目的のために作られたんだろうということを推定できます。でその目的としましては、大手口のところでも見たような、安土城行幸に対する、対応ということで、この直線の大手道が作られたのではないかという、解釈が、一つはできるかなというふうに思います。大手道周辺には信長の家臣の屋敷とされてきた建物跡があります。大手道を行幸施設とした場合、これらの屋敷も含めた関連を考える必要があります。次回は屋敷の一つ、伝・羽柴秀吉邸跡に注目します。